水沢ベンチャーズの皆さんです。今日はね、ギター、エレキギターの演奏を、お聴かせいただきます。バンドを結成20年ということだそうです。ベンチャーズを中心とした懐かしのエレキサウンドをお楽しみくださいとのことです。それでは水沢ベンチャーズの皆さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。水沢ベンチャーズです。年金受給バンドでございまして、そろそろいつ頃やめようかななんて思いながらまだ続けております。コロナ禍以前はね、大体年間35、6回はステージいろいろ
呼んでいただいたんですけど、だん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 と減って、去年なんか数回、今年はまだ今日で2度目という、非常に寂しいんですけどね。あのまだジジイとは言われてますけど、ステージに立っている時だけは青春を楽しもうかなと思っております。今日はエレキを弾くと5歳は若返ると言われておりますので、ぜひ皆さん5歳若くなって帰っていただければと思います。よろしくお願いします。
ってエレキという曲はだいたい3分以内で終わっちゃいますからね、非常に早いんですよ。ちょっとここで認知症テストしたいと思いますけど、私のメンバー紹介です。一番分こっちそっちにいるのは女性一人こう言ってんですけど、年はそれなりに言ってます。キーボード石川きみ子、よろしくお願いします。次、最近やっとなんか耳がどうのこうのってなんか病気だ病気だって言ってますけど、及川文明、よろしく。リズムギターです。次ベース、いやらしいひげを生やしてますけど、剃ったらって絶対剃る気はしないみたいでね。なんか羊さんがなんかこうひげ生やしてみたいで、あんまり好きじゃないんだけどね、最近だいぶ慣れてきましたけど、ベースの大阪道康、よろしくお願いします。ほんでドラムですが、我々も10歳若いですね、板澤和真、よろしくお願いします。僕のこと誰も紹介してくれないの？自己紹介、私石川と申します、よろしくお願いします。欧州 FM の方でポカポカラジオ昼担当させてもらって非常に評判が悪いです、よろしくお願いします。
あと時間となってしまいましたから一曲いいですか。じゃあラスト一曲、私が大好きな曲で、あのいわきが炭鉱の町からあのハワイアンの町変貌したというその映画の主題曲を大好きなものですから、これで今日は我々の演奏は終了させていただきます。あのハワイアンですので自信のある方はどうぞ、こう空いてますのでぜひ踊っていただければと思います。ミサベンチャーでした。ありがとうございました。ちょうど30分でした。はい、ありがとうございます。また呼んでください。いつでも来ます、生きてるうちは。はい。